おばです。11時の夜食の時間ですよ。でね、赤い髪だよ。で、11時のね、夜食を食べるんですが、その前にね、今日ね、まだ横浜の方ですね、お菓子胡椒調理器具って書いてるよ。名前っ子は伊手川からなの、名前っ子高橋さんだかっていう人ですね。あ、お菓子これなんだ、お菓子、あー、これあの美味しいやつだな。あれすごいな、あれ、あ、手紙こう入ってた、これキティちゃんのさ、これ林様、塾女様、お元気ですか。先日食べきれないくらい注文しました。あー、あの人ね、あータンクローリーの乗務員だと。お世辞抜きで本当に美味しかった。うん、なんだかなんだかこれないっしょって書いてある。さて本日送らせていた品は横浜の〇〇〇さんからです。この方会社に出入りしている、これも内緒だそうです。ああ、マスターの動画にハマりまして、お料理動画はほとんど見ているそうです。嬉しいですね。きっかけはどうでもいい会話の中で、私グラタンが好きでホワイトソースから自分で作るのでした、ならマスターの動画見てくださいと勧めました。私がシフト勤務、うん、ああ予約の時スペアリブね、ああ持ち帰りして、あでこの人さ持っていこうと思ったら、一緒に同行した男の人が次の日全部食べてしまったんだと。マスターが食べきれませんと言っていた料理の9割以上彼一人で食べてしまいました。ああ食べたかったと、ああ彼女も連発していたと。実はスペアリブを食べた後、感想の手紙と塩コショウをマスターに送ろうとしていたことを先日知りました。ああこの塩コショウ機、コストコの商品を紹介。コストコの、ああこれね、あこれ、ああこれ星型の、これこれグラインダーだべ、これね、あれこれさ、これ星型だよ、ほらありがとね。あこれはこの間来た高橋さんでなくて、スペアリブを持ってって食べさせてあげようと思った女の人の、がスペアリブのお礼にと思って買っといたんだと。だきゃ高橋さんの友達が持ち帰った次の朝ホテルでみんな食って待って、スペアリブを持ち帰れなかったんだとさ。あこれんだ、へえー、コストコでこういうの売ってるんだ。これさ星型ね、わし本当に星型の、これこれ電動のグラインダー、これこれこのあれ電動式のこのぜひ使わせてもらいますね、ありがとうですね。この名前言わねばいいか、川原さんね、川原さんくらいだれってもいいか、名前は言いませんね、そっか。してあれ全部長えな、なんでその川原さんっていう女性の方が俺さプレゼントしようと思ってたのを、この高橋さんが、代わりに送ってくれたんだそうだ。あこれこれちゃんとついでるよ、これこれね、これいやーありがとうですね。ああ彼ね、
そうですか。あ、で代わりに送っておきますと言ったら、その女性がポテチか何か入れてあげたいということで、コストコに付き合わされてこれを買ったんだそうだね。あんまりコストコねえもんな。ああ、彼女前だと、あとめにてグラタンスペアリブ、エビピザ、納豆と何かを混ぜた納豆が食べたいですとの。横浜にもう一人アトムファンの方がおりますことをお伝えしておきます。嬉しいですね。雪に負けず頑張ってくださいね。川原まるまるさんと高橋何々さんだな。あ、川原さんありがとうですね。私のお料理動画全然だめね。というわけでね、長いお手紙ありがとうございます。ではそのね、女性の方は私のお料理動画、まあ、今日はね夜食なのでなんだっすべね、あれこれなんですべ、これもお菓子だよ。これね、こういうのさ、杉なんだ、熟成。これは何ですか。発酵バター配合でスープがさらに美味しく、じっくり炒めたオニオンだと。ああ、これね、ありがとうございました。なので川原さん、これ本当に欲しがったの私ね。このね、やっぱりね、このこういうつぶつぶの胡椒かつして、グラインダーでダーってやると全然香り違わないな。ちょっとあのお料理時間もグラインダーあればいいよな。あのシャ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 っていうのもいいんだけど、なんかこう機械物っていう。では、ありがとうございました。そういうわけで夜食の時間、夜食食べますね。去年お客さんから、東京から来た、東京から来た薬剤師やってるっていうお客さん、昨日と今日来てきてさ、で昨日来たんだけど、お土産ホテル探しで来た、今日まで来てね、この崎陽軒のシューマイ美味しいんだよな。いや食はさ、これ食べようと思う。2つもらったので、ジュクジュクに1つ置いてきましたね。あら、名前こ聞くの忘れたな。また狂ってたけど、これ美味しい。半で全部食わさねばいいな。これ前もさ、半分だけど思って半分チンしたきゃ、前もお客さんがどうしても上り食いたくてな、結局全部チン、今日はね全部チンしてしまおうと。青森ではこれ手に入らないな、売ってないんだよ。熟成にはなんか盛岡で行けばあるっつってね。これをね、蓋こうして、これ蓋こうね、これ崎陽軒のシューマイチンしましょうね。これこれこれと、よし、こっちはどうですかね、温まった手がね。うん、よし、これはね命のスープ。では夜食いただきますね。崎陽軒のシューマイ、どんですべね。うん、お、このシューマイってこう肉食ってるみたいだね。な、うん、おいしい。
東京から来た人はさ、品川で薬剤師やってる。あのこれオリンピック選手のドーピングのああいう指導するのもやってるね。まあちょっと全然若い人だけど、うん、いろんな責任持った仕事をしてるみたいな。うん、その人も昨日来た時は、おじさん音楽やってる連中でみんなベロンベロに乗ってさ、騒いでた時来てさ、うん、ずっと黙ってたんだけど、あげ後輩になった時は動画いつも見てるんです。あと今日盛岡から来た人ね、前ボクシングやってたって格闘技の話で盛り上がったんだけど、ここさ来る前になんかスナック臭い時は2時間で5万なんぼ取られたって。どういうとこなんだろう。まあちょっとあんまりもね、ちょっとこう女の子いるスナックとかいうとこだば、地元の人でねばどんねえと思えば結構ボルガラ気付けなくいいよ。うん、アトムで一人で5万円使うなんて不可能。よっぽどでも不可能だね。この間はもう10人くらいの若者が店で6時間飲んでたけど、飲んだなあれな、さすがに10人で5万円くらいいった。飲みたい。食べ物代は、うん、そこの主催っつか責任者が別個で食べ物代俺払うから。すげえね、6時間飲んでたよみんな。その後まだ飲みに行ったの。みんな30前後の若者、珍しいね。今そう若い人そう遅くまで飲んだりさねくなったんで、そういう若者たちは私らの宮にとっては貴重ですね。この間パンの会社を勤めてる人と話したんだけど、俺は最近のパンなんでカビ生えねえんだって話やってね。昔の食パンって2日たればもうカビくてカビも生えで、今常温で2週間前でもカビ生えねえもんね。あの安食パンでねえんだよ。山崎のいい食パンとか買ってさ、なんだろうカビ生えねえのって。うん、パン屋の人カビ生えねえ、添加物がいっぱい入ってんだ、あまり金欲いよってんだが、あのやっぱり食パンもそんなのね、2、3日でもカビ入るんだ、そういう食パンの方が安全だし、パンの家の人は喋らないな。お前金欲いよ。なんかちゃんとしたものを食べようと思っても探すの大変だな。もうどうさえ言えばちゃんとしたものって鍋の、あの一時さ高級食パンってあったじゃん、一斤1800円とか、ああいうの飛んだんだべね。ああいうのはそういう添加物入ってないのかな。あの一回その高い食パン行列さえて買ってきたってお客さん突然言ったことあったんだけど、
通の食パンだった。お祝いでした。今日の夜食は東京のお客さん買ってくれた崎陽軒のシューマイね、食べました。寒くなってきましたの。物質があればもうすぐストーブつける。石油ヒーター、どういうことでした。